はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントをいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、今回の動画の検証はですね、こういう検証でございます。創価学会元顧問弁護士、日蓮宗主元法華校大高等、山崎雅朝氏の創価学会批判の検証でございます。山崎雅朝氏の活動は総合的に見て、功績が大きいとこういう内容でございますね。はい、でこの山崎雅朝氏、まあ、この方は有名な方でございますけれども、まあ、評価がまあ大きく本当に分かれている方でございますね。山崎雅朝氏が創価学会の池田大作名誉会長に造反して以降ですね、創価学会批判活動を繰り広げてきたわけですが、その創価学会批判活動その他諸々の活動についての検証でございます。でまずですね、山崎雅朝氏という方はどういう人物像であるのかというところから始めなければなりません。山崎雅朝氏は1936年生まれ、2008年にお亡くなりになった方でございます。この方は京都大学法学部卒業、もうエリート中のエリートでございますね。はい、で最高役職が創価学会の元副理事長、そして元創価学会顧問弁護士、そして日蓮宗主元法華校大高等、これはあんまり知られてないですね。はい、元大高等をやった方でございます。そして、謀略軍団であります山崎師団の元総帥であったということでございますね。はい、で山崎雅朝氏は1955年京都大学法学部に入学しまして、その在学中にですね、肝臓病を患ったわけでございますね。そういうさなか在学中にその創価学会に着服されて、1959年に日蓮宗主創価学会に入信したということでございます。で卒業したのが1962年でございますんで、まあ結構その病気でお休みになった期間があるから、まあこんだけ長く卒業まで時間がかかったんではないかなというふうに思われます。そして山崎雅朝氏は司法試験に合格されまして、創価学会学生部出身初の弁護士ということで創価学会の法務に携わるようになったということでございまして、1964年に創価学会の顧問弁護士に就任と、そして1966年創価学会理事、男子部参謀になったと、そして1969年には学生部主任部長、そして副理事長に就任しております。まあ山崎雅朝氏が活躍されるのはむしろこれ以降でございますね。まずですね、創価学会の顧問弁護士になってから山崎雅朝氏は1970年から1980年にかけてのそのまず日蓮宗主と創価学会と明信講のこの三つどもえの問題ですね、いわゆる総本堂の言い付け問題からその明信講の破門に至る問題、そしてこの松本勝也氏の小本堂供養金返還訴訟、そして保田妙本寺、万年講法華校、法華経三合会、創価学会対策連盟、日本共産党、立正厚生会の問題、さらには日蓮宗主の退席66世細井新田総主と創価学会の池田大作氏の確執、そして昇進覚醒運動、こういったものにずっとその関わってきたわけでございます。そして第一次宗宗紛争が和解になった直後の1979年の5月1日付で退席66世細井新田総主から日蓮宗主法華校大高等に任命されたと
ということでございます。まあその後ですね、遅い日達ホスがお亡くなりになって安倍日健ホスが当座したわけでありますが、まあ当時は大高騰ということでありまして、結構そのホスに信言できる立場にあったわけですね。で、その当時池田大作臣がですね、まあ名誉会長、名誉総高騰であったわけですが、その陰で日経ホスをまあいろいろ批判していたと、日蓮総中批判をしていたということをその日経ホスに報告をしていたというわけですね。でまあ何と言ってたかっていうと、その今の芸家は新人がないとかですね。まあ実になんてたわいのないその、なんか悪口みたいなことを言っていたのを、まあ逐一その日経ホスの耳に入れていたということでございますね。はい。でまあ日経ホスはそれ聞いてですね、池田大作氏がその大石寺に登山してきた時にまあ聞いたわけですね。あんたこんなこと言ったんですかと。いうふうに聞いたらば、いや、私はそんなことは絶対に言ってませんと言って答えたと。いうことで、今度は日経ホスはですね、山崎雅智氏に対して、あなたは大嘘つきだと。もう、退席しに来るのはもう上がりならんと言って、山崎雅智氏をもう退けてしまったと。まあ、こういうことでございます。はい。そして、1980年。まあ、ちょうどその山崎雅智氏が日経ホスから、まあ、退けられた当時、創価学会とですね、まあ、山崎雅智氏が経営していた会社シーホースや、あるいは山崎雅智氏の創価学会内の役職などなどをめぐって、まあ、いろんなトラブルがあったということでありますね。で、まあ、その、なんか、3億円出せとか、なんだかんとかって、まあ、その、恐喝をしたとか、なんとかっていうふうなことも、まあ、この時期のことであったと。ということで、山崎雅智氏は、創価学会顧問弁護士を辞任し、また、法華校大高等を辞任して、そして、造反すると、いうことになるわけですね。はい。で、まあ、公然と創価学会に造反してですね、批判活動をするということで、まあ、当時の昇進覚醒運動、後の昇進会と、まあ、共同歩調を取るような形になったわけでございます。はい。まあ、事実上の山崎雅智氏の後見人は、大分県武田市の伝法寺住職。まあ、住職っていうか、まあ、この方、昇進覚醒運動で、住職を罷免されちゃったわけですけれども、まあ、ずっと居座ってるわけです。はい。浜中和道氏であったということでございますね。ただ、まあ、山崎雅智氏は、昇進覚醒運動と共同歩調を取ったわけですけれども、昇進会に入ったかどうかまでは、ちょっと判断が難しいところなんですよね。入ったのか入ってないのか。ちょっと。不明でございます。はい。続きましてですね、1980年の11月20日号の週刊文春や、あるいは月刊諸君等において、まあ、有名な論文を山崎氏が書いたわけです。二つの疑惑、日達商人の宣言と安倍日健の送電という題名でございますね。これ有名でございます。つまり、日達ホスから日健ホスへの僧侶はなかったという論文なんですよ。で、その中の有名な文がですね、ご僧伝そのものはなされていた形がどこにも見当たらない、見た人は誰もいなかったというね英文を掲載してですね、もうこれ有名でございますね。はい。日達ホスから日健ホスへの僧侶はなかったということを主張したわけですね。はい。まあ、これを契機にですね、これを見た昇進会が、その日経ホスに対して、その僧侶がなかったってことになって、どん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 、その、昇進会が日達ホスから日経ホスへの僧侶を指定するということに発展していくわけですね。はい。さらに、1980年12月1日に、
盗聴教団という本を出版しましてですね、宮本賢治共産党委員長宅の盗聴事件、あるいは日蓮宗宗創価学会妙心講事件、いわゆるこの総本堂の言い付け問題の裏側、舞台裏ですね、あるいは松本克也事件、戸田妙本寺事件の舞台裏等々のことを次々と暴露したんですよ。はい。で、この盗聴教団という本がこれでございますね。はい。はい。ここに山崎正智氏、当時の山崎正智氏の写真でございますね。はい。まあ、山崎正智氏って言いますと、なんか晩年のですね、なんかなんかもう剥げ上がったような、まあ、こんな写真ばっかりですね、なんか宣伝されちゃってるんですけども、ちゃんとこの1980年当時はこうやってもうちゃんとして、もう毛もふさふさ生えていらっしゃったんですよね。はい。そういう感じでございます。これが、その、盗聴教団で、ございます。その後ですね、山崎正智氏は、創価学会から除名されます。そして、日蓮宗宗からもう、信徒除名になるということで、この、創価学会、日蓮宗宗からダブル除名されたわけですね。これはもう、いわゆるこの松本克也氏、その、諸本土供養金返還措置を起こした方ですが、この方について、もう歴史上二人目ということになるわけでございますね。そして、1981年にはですね、その創価学会との金銭的なトラブル、などなどによりまして、創価学会恐喝事件の容疑者ということで逮捕されると。まあその後保釈されるんですけどね。はい。いうことになったわけでございます。で、山崎正智氏はですね、次々と出版活動をしておりまして、例えば、こういったことですね。はい。山崎正智氏の戦いの式。闇の帝王池田大作を暴くというね、こういう本も出版してですね、創価学会の裏側とかですね、池田会長辞任の裏側とかですね、もう次々と暴露していくわけですね。はい。で、当時の山崎正智氏ですね、こんな感じの写真が載ってますね。もうふさふさ毛が生えてるわけですよ。はい。結構若々しいですよね。はい。こんなような形で次々と、告発本を書いていってですね、まあこれが世間に大きな衝撃を与えたわけでございます。そしてまあこの恐喝事件は裁判になっていったんですが、このいわゆるこの山崎正智裁判というふうに言われてるんですけれども、1984年にですね、この山崎正智裁判に池田大作名誉会長が証人出廷したことがあったんですよ。はい。まあ、月刊ペン事件にも証人出廷 しておりますが、この山崎正智裁判にも証人出廷してるんです。はい。で、この証人出廷の時に、まあ、この証人尋問でですね、いわゆるその1979年から1980年の、いわゆる池田大作氏の復権ですね。つまり、日経放送がたび重なる、その創価学会擁護発言をし、そして池田大作氏が政教新聞に、その恩師の23回忌に思うと題する、まあ、陳謝文を発表し、そして、それ、昇進会が波紋になり、そして、池田大作氏に、その、小本堂を、建立10周年の法要の時にですね、創業本尊が授与されて、それで、法華経総高等にまた再任されるという、こういう流れになっているわけですけれども、このね、池田大作氏の復権がですね、いわゆる日蓮宗宗と創価学会の八百長、やらせ猿芝居であることを認める、池田大作氏の証言を引っ張り出したんですよ。はい。まあ、これも大きな衝撃があったわけですね。はい。まあ、そういう、まあ、大きな、その、功績があるんですよ。はい。ということでございます。いろんな、その、創価学会批判活動を続けていったんですが、まあ、大きなところではですね、いわゆるこの 11.16 スピーチの録音テープっていうのがあるんですよ。
で、まあ、これはまあ、録音テープはもう何本もあったわけで、そのうちの1本を山崎正智氏が入手して、それで日蓮総宗の衆務院に 送ったということをですね、その週刊誌でこの人述べてるんですよ。はい。ということがあったわけでございます。はい。そしてですね、1990年の12月に池田大作総高等が、電撃罷免されるという事件があり、1991年1月の冒頭から宗崇第二次紛争が勃発するわけです。そういう中でですね、今度は日経ホスが、10年前の大嘘つき発言を撤回して陳謝するということをですね、山崎正智氏に、まあ、総理を介して、伝言したと いうことがあったわけでございますね。はい。それから間もなくして、1991年の2月、まあ、その伝言の直後ぐらいになるんですが、山崎正智氏はですね、いわゆる、創価学会恐喝事件等々によりまして、懲役3年の実刑判決が確定しまして、はい、有罪ということで、刑務所に収監されたということでございます。はい。で、まあ、収監されたんですが、その後保釈されましてですね、保釈された後に、またその創価学会批判活動を再開するわけです。はい。まあ、保証人はですね、また浜中和道氏だったということなんですが、まずは自民党の民主政治研究会の勉強会に出席するなどして、まあ、反創価学会活動を再開するということですね。はい。で、もうそれからまた 創価学会との対立が始まるわけですよ。もう政教新聞なんかも、日経ホストに対する攻撃、山崎正智氏に対する攻撃なんて凄まじいものがありましたですよね。はい。まあ、そういう感じでですね、まあ、もうボロクソですね。はい。で、1995年になりまして、突然山崎正智氏がですね、日蓮総宗の謀略新聞恵妙に突如登場しましてですね、私がご僧正を廃止にするに至るまでと題する手記を投稿したんですね。はい。つまり、その日蓮法師の僧正に関する見解、つまりですね、はい、以前、1980年11月20日号春刊文春に書いて、2つの疑惑、日達商人の詮議と安倍日権の送電という文に書きました。ご送電そのものはなされていた形がどこにも見当たらない、見た人は誰もいなかったというね、こういう見解ですよね。はい。つまり誰もその日券放出に対して送上されたのを見ていなかった、つまりなかったという見解を撤回したんですよね。はい。で、昇進会と離れて、日蓮宗主立教部の御用観光に入っちゃったと いうことになったわけですね。で、その後、退席時に登山してですね、日蓮法師に目通りしてきたということで、なんか二人もなんか 和解しちゃってな 感じになったわけですね。はい。で、昇進会とはなんか、まあ、離れちゃったわけですが、かつてのですね、山崎正智氏と、もう、盟友だった、浜中和道氏の、ご夫人のとですね、不倫が発覚したということで、長年の盟友の浜中和道氏と、もう絶縁ということになって、浜中和道氏夫人と再婚したということでございますね。はい。というような、まあ、経過をたどっていってですね、まあ、反創価学会活動をやっていかれたわけですが、まあ、その山崎正智氏の反創価学会活動出版のメインは、まあ、20世紀の頃が、まあ、メインだったと言えるわけですね。はい、先ほどお見せしました、この東朝教団ですね。はい。それから、闇の帝王池田大作を暴くという。こういう、これが、まあ、いわゆる、創価学会に造反した直後ぐらいに出した本でございまして、まあ、これは、創価学会に対して相当な、衝撃を与えてですね、
これに対しては、創価学会総合青年部長の野崎勲氏がですね、こうやって謀略という反論の本を出してということでございますね。はい。秋霜第二次紛争が始まって、山崎雅智氏が、仮出所した直後ぐらいの本ですが、この懺悔の告発というね、本を書いておりますね。はい。これが山崎雅智氏の、その、まあ、今までの一年召集と創価学会の関係者とかですね、まあ、いろんなことをここで書いていらっしゃいます。はい。まあ、その後、まあ、いろんな本を書いていらっしゃいますが、こうやって、また、この、東朝教団の解明とかですね。はい。あるいは、創価学会と水庫会の記録とかですね。月刊ペン事件、漏れていた真実とかですね。月刊ペン事件、法廷に立った池田大作とか。はい。あるいは、創価学会、公明党の犯罪白書ね。で、今原島隆の対談とかですね。まあこんな感じでいろんな本を出されているんですが、やはりこれね、その月刊ペン事件の話っていうのはもう前々からまあ言われていたことであって、別にそんな目新しいものはないですよね。それから水庫会の記録っていうのも前々からこれ批判されていたものであって、そんな今更っていう部分がありますよね。それから東朝教団っていうのも、もともとですね、1980年に山崎雅智氏がこうやって本を一回出してるわけで、まあこの山崎雅智氏の創価学会批判活動、そして出版活動のメインはやっぱり20世紀の頃なんですよ。その消費新覚醒運動と共同歩調を取っていた頃、うん、あるいは出所し、一回その刑務所に入って、それから出てきて間もなくの頃ですね。それくらいの頃が一番メインだったということですよ。はい。これはまあ1980年代なんですね。あとはまあこの1994年に出したこの懺悔の告発。これがやっぱりメインなんですよ。まあそれでまた創価学会の方もまた野崎勲氏がですね山崎雅智氏に対する反論書を書いてるというようなことがあったわけでございます。はい。やはりその山崎雅智氏のこういういろんな告発、まあ数々のその著作出版によって、その日蓮宗宗と創価学会の歴史の真実が明らかになって、それでその歴史が動いたということがあったわけでありまして、この功績は誠に大きいわけですよ。だから、その、まあ、いろんなね、その、不倫をしたとかですね、まあ、いろんな、その、逮捕されて、その、なんか、創価学会とのトラブルで、その、恐喝があったとかなかったとか、なんだかんとかって逮捕されて、まあ、その、刑務所に入ったこともあったんですが、そういうマイナス面が、もう、あることはあるんですが、やはり、この山崎雅智氏の著作活動によるその功績の方が私は大きいんじゃないかなということでございます。もう山崎雅智氏の告発なくしてこの歴史は語れないんですよ。はい。というところでございまして、今回の検証はですね、山崎雅智氏の活動はその総合的に見てですね、全体感として見ればその功績の方が大きいと、まあ、こういう検証でございました。はい。ということで、今回の検証はここで締めくくりたいと思います。はい。ご覧になられました皆様は、どのように思われましたでしょうか。またご意見を寄せていただけたら幸いでございます。はい。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。